はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。3時15分ですね。5月は6日の月曜日なんですけども、今日は昨日子供の日、5月5日のですね、振り替休日ですね。まったりしたいんですけどもですね、日が照っていない。眠たくなったら寝てやろうと思ったんですけど、ならへんやん。今頃ね、一番眠たいんですけどね、いつもだったらね。やっぱ日が照ってると眠たくなるのかなという気がします。今日は朝ちゃんと寝ましたからね。朝、どうでしょう。9時半頃までは寝ましたからね。はい。さあ行きましょうか。本題はですね、ロシア関連の話でございまして、これは、ですね、ブルームバーグの5月4日に出ていた記事ですね。G7 最大500億ドルの対ウクライナ支援めぐり協議、ロシア資産を活用というタイトルでして、ヘッドライン2つございます。凍結したロシア資産から得られる利益で手当する計画、協議を主導する米国、6月の G7 首脳会議で合意するよう働きかけと。これね、前から出てる話なんですけども、ウクライナを支援するためにですね、ロシアのですね、凍結された資産を活用しようぜということですね。まあいいグッドアイデアなんですけども、問題は法的に各国の法律がそれを可能にするかということなんですね。日本はまず無理なんですよ。日本もロシアの資産を凍結してるのかどうかは知りませんよ。仮にロシア政府がですね、日本のどっかの銀行にですね、預けていた預金なんかが凍結されているのかもしれませんけどもですね、そこから得られるですね、利子、まあ日本って低金利なんでほとんどないと思いますけども、まあ少しはあるお金をですね、それをですね、ウクライナ援助に回すっていうのは日本の法律では無理ですよ。アメリカではできるのかなっていうか、アメリカではやってるみたい、やるという法律を作ってるみたいなんですけどね。ちょっと本文読みましょうね。主要7カ国 G7 は米国主導でウクライナに最大500億ドル（約7兆6500億円）相当の支援を提供する計画を協議している。ウクライナ侵攻を受けた制裁措置として凍結したロシアの資産から得られる利益を原資とする考えだ。事情に詳しい関係者によれば、米国は6月にイタリアで開催される G7 首脳会議で合意するよう加盟国に働きかけている。ただ協議は難航しており、合意にはなお数ヶ月かかる可能性があるという。米財務省と米国家安全保障会議 NSC の報道官はコメントを控えた。西側諸国が凍結したロシア資産の大半は欧州連合域内にある、EU ですね、凍結資産を保管する欧州決済機関大手ユーロクリアの1、3月第一四半期決算によると1590億ユーロ約26兆1800億円相当に上る凍結資産は2月15日から5億5700万ユーロの利益を生み出した。あんな大したないですね昨年以降の累積では利益は39億ユーロ。39億ってまあそれでもですね、6000億円ぐらいはあるのかな。まあ少なくはないですね。でそれをですね、ウクライナ支援に充てようというんですけど、できんのって感じですね、法的に、要はですね、誰かのものをですね、国が取り上げてですね、他のところに使うということですよね。基本的にこの西側のですね、ヨーロッパ的な概念はですね、私有財産の保護なんですよ。人のものを勝手に取り上げるっていうことはできないっていうことになってるわけですね。名目があればできるんですよ。税金を払っていないとか罰金を払いとかっていうのはあるんですけど、債務名義っていいますけどもですね、それがあればできるんですけども、じゃあロシアがですね、何かこうやらかしてそれを罪に問うてですね、罰金や何かを課せられるのかっていうとですね、難しいですね。相手国家ですからね、主権免除という考えがあるんですよ
あの国はですね、その被告足りえないという、はい、メディアからですね、取材申し込みの電話がかかってきましてですね、週刊誌メディアですけどね、最近では珍しいかな、紙のメディアもね、ほんまにね、大変ですよ。あの文春でさえ、黒字ではないと思いますね、紙はね。あのネット入れてどうかというところでしょうけどね。で今なネットとですね、紙がですね、重なっているところもあれば、あネットだけの記事っていうのもありますし、当然紙だけの記事というかコラムみたいなのがありますよね。文春なんかいっぱいコラムがあって、あれ全部載ってないでしょ、文春デジタルに。まあいいんですけど、そのうち紙なくなりますよ3年ぐらいちゃうんでしょうかね。やっぱり赤字ですからね、そのずっと続けるわけにはいかないと思うんですよね。この音声が不安定でね、なんかさっきのは途切れ途切れになってるんで、今これ取り直してるんですよ、実は。もう嫌やわ、ほんまにもう。今日ね、この後ですね、USB のマイク来るんですよね。だから PC のカメラに切り替えたいんですけども、これ非常に不安定になってるんで。それでもダメやったらもうカメラ買い替えるしかないですね、これね。まあまあもう1万何千本撮ってますからね、この中国製のカメラで。まあ寿命っちゃ寿命でしょうね、きっとね。こんなに使い倒してるユーザーいないと思いますよ、ほんまに。たかだか1万円ちょっとのカメラですけど。さっきですね、あれをエレコムのですね、イヤホンマイクで撮ったんですけども、まあそれちょっとね、音声が弱いんですけども、まあボリューム上げていただければ聞けるんですよね。はい、本題に戻ります。主権免除というのがあって、国はですね裁けない、例えば日本の裁判所で外国の国は裁けないっていうのがこれ主権免除という考え方でですね、これは基本的にこう国際法の原則の一つですね。あとその事後法はアウトっていう、つまりですね遡って適用できるような法律を作ってはいけないわけですね。で今回ウクライナのこの場合ですね、ロシアの資産凍結してるわけですよね。でそこから生み出された利益っていうのを遡って取り上げるということですよね。これ事後法なんですよ。事後法はいけないっていうのも、これはあの国際法というよりもこれ法律というものの原理原則なんですね。で韓国やね、中国がね、その法律の原理原則、国際法の原理をねじ曲げるのはね、それはやるでしょ、あいつらは。普通にやるでしょ、ロシアもやるでしょ。でもね、G7 というのは一応全部先進国であって、全部法治国家なんですよ。法治国家はこれできないんですよね、それが。まあ、やったことありますよ。その、ね、東京裁判っていうのはですね、あれ完全事後法で裁いたんでですね、あれ国際法上ですね、おかしいということに今なってますけどもですね、まあ、あれは大きな戦争の後でしたよね。今回はそれは多分、今の世でね、その大きな原理原則を曲げるとはできないと思うんですね。いくらロシアがあれだけのことをやらかしてもですね。なんでですね、各国ともにですね、法律的には難しいんちゃうかなという気がするんですね。まあ、日本は当然できませんし、多分やる気もないし、そんなに凍結資産多くないと思うんでね、仮に凍結していてもですね。でアメリカはその気になってやるつもりらしいし、一部法律はできたらしいですけども、アメリカが主役ちゃいますからね。さっきも書いてあった通りですね、これはあのフランス、ドイツにたくロシアの資産っていっぱいあって、それ今凍結されてると思うんですけども、そこから生み出される利益をですねウクライナに持っていこうとするんですけど、それはできるんかな、あの2つの国にと思いますね。だからこれは今話は出てますけどもですね、実現については相当な困難、それも法的な面で相当な困難があるんちゃうんかなと私には思いますけどね。アイデアは悪くないですよ。アイデアは悪くないんですけどですね、どこまでいけるんかなと。まあむしろですね、国際司法裁判所かなんかでですね、ドカンとロシア悪いねんっていうような判決でも出してもらえばやりやすいんでしょうけどね、またそこまでは出ていませんね。プーチン指名手配というですね、国際司法裁判所のですね判断はありますけど、それはプーチンであって国家ではないですからね。
はい、ちょっといろいろな難しい面があるよということでございます。このブルームバーグのですねページをですね一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。